先ほど午後7時46分ごろ、熊本で震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは10キロ、マグニチュードは 4.9 と推定されます。熊本で震度5弱の地震は6月12日以来5回目です。ご覧いただいているのは地震の瞬間の映像です。